中野区立第3中学校は東京都中野区東中野5丁目にあった公立中学校。2018年に中野区立第10中学校と統合し、中野区立中野東中学校となった。第3中学校が中野東中学校の存続校舎となった。生徒は主に白王小学校、東山小学校、東園、第2小学校。 八戸小学校の出身者で構成された。通称は、みなか、または、中野みなか。1974年度から2000年度まで27年間、文部省帰国子女教育研究協力校。制度変更後も、帰国子女の受け入れを続け、2002年7月には、中野区教育委員会により、中野区帰国生徒受け入れ重点校として認定された。時代によって変化はあるが、 概ね1から2割の生徒が帰国子女である。ニュージーランドのウェディントン氏との交換留学生を受け入れており、帰国子女受け入れとも合わせて国際交流には積極的な点が特色と言える。女子バスケットボール部が1989年に全国制覇、1992年にも関東大会進出を果たしている。 吹奏楽部は1989年から1990年に東京都吹奏楽部 C 組で金賞1位受賞。制服は男子は黒の爪襟に金ボタン、女子は紺色のリボンのセーラー服で冬服は紺、夏服は白がベース。ありがとうございます。